パッケージ内容。保護シェルからモニターを取り出します。サンバイザーをモニターに取り付けます。モニターブラケットの取り付け手順は以下のです。最後にネジで固定します。このブラケットをモニターに設置します。ネジを少し緩めて、好きな角度に調節できます。好きな角度に調節してネジで角度を固定します。3M をブラケットに粘着したら、ダッシュボードに設置できます。カメラに 3M を粘着します。このように粘着します。例えば、この段ボールはナンバープレートで、カメラをナンバープレートの後ろの中央の位置に貼り付けます。同時にカメラの角度を調整できます。このようにバックカメラのネジを締めます。接続について。まず、以下の図をご覧ください。コードをモニターに接続します。
コードをカメラに接続します。電源コードを整理します。コードをコネクターに差し込みます。赤いコードをコネクターのプラスの穴に差し込んで、黒いコードの穴に差し込み終わりましたら、ネジで固定します。シガーライターから電力を取って、システムは動作できました。手でシガーライターを覆うと、点灯できるかどうかを確認できます。シガーライターのスイッチは点灯しましたら、映像がモニターに映りました。カメラを確認するときも手でカメラを覆うと、カメラ側のライトは点灯できるかどうか確認できます。今はモニター側のボタンを紹介します。このボタンは電源ボタンです。モニターを開閉できます。メニューボタンを押したら、メニューモードに入ります。プラスとボタンでデータを調節できます。もう一度メニューボタンを押してからガイドラインの調節モードに入ります。それからプラスとボタンでガイドラインを表示または非表示に切り替えれます。このボタンは画像の反転機能があります。デフォルトは鏡像です。このボタンを押すたびに画面は静像と鏡像の間に切り替えれます。フロントカメラがインストールされている場合は、フロントカメラを AV1 チャンネルに接続します。V2 チャンネルしかガイドラインがありません。機器に接続したコードとシガーライターを取り外します。次に、電源コードの近くにある黄色と赤のジョイントをカメラに接続します。同時に反対側のジョイントを接続します。この操作のように、コネクターを取り外します。
このようにして、細い赤い線をバックライトに接続し、黒い線はマイナスまたはアース線です。バックカメラの LED ライトは光線の良くないところで環境検知機能により自動的に点灯できます。取り付け完了です。以下のはバックカメラをバックライトに接続の方法、参考用。ティータップには2つの穴があり、1つの穴は閉じています。例えば、長いコードはバックランプの線または車の回路線です。最初の穴にバックライトの線を押し込みます。カメラ電源コード。このコードを2番目の穴に差し込みます。鉄板。ペンチで固定します。